各位现场的贵宾与媒体朋友们，大家午安。我是今天的主持人郑芬，非常欢迎大家今天来到台北文华东方酒店，一起参加 Lexus All New LM 上市发表会。在此也仅代表 Lexus 诚挚的感谢各位贵宾及媒体朋友的莅临。好的，在正式进入发表会之前，请先容我为各位介绍现场的与会贵宾。首先，让我们欢迎和泰汽车黄南光黄董事长。和泰汽车长角一生执行副总经理 Nakanuma桑。以及非常荣幸能邀请到自日本专程前来参加发表会的日本丰田汽车横尾贵吉总工程师 Chief Engineer of Lexus LM Takami Yoko。 秋吉义居长 Group Manager Haginiwa San。大圆同欧宗诺桑，以及山崎庆吾 Yamazaki 桑。 Welcome， 非常感谢各位贵宾的莅临。接下来请让我们掌声欢迎黄南光董事长上前为我们说几句话。黄董事长请。各位媒体朋友们，大家午安。非常感谢各位参加 All New AM 的上市发表会，本人仅代表和泰汽车表达最诚挚的欢迎之意。 Lexus LM 自2020年导入台湾，旋即备受瞩目，不仅提供旗舰移动的一个全新体验，亦独霸豪华 MPV 的集聚。本次全新大改款的 LM 延续第一代旗舰的移动概念，更展示出自信大气的奢华设计，并以宽阔舒适的后座空间与视野，实现移动座驾的一个新乘风。Lexus 自2019年提出 Lexus Electrify 的一个愿景，期待以更多元的车款满足不同的使用情感。本次 LM 也全新导入搭配 2.4 升锅炉的一个油电复合动力的一个 LM500H。与 2.5 升的油电复合动力的 LM300 350H， 一共二款的 Electrify 动力，来满足不同车主的一个使用需求。 Lexus 今年在顾客及媒体朋友们大力的支持之下，一到七月累计登录台数达到24,447台，创下了历史的新高，市占率也达到了高级车的 29.4%， 可以说一举夺下豪华车销售的 No.1。 在接下来的几个月，我们也会持续向日本原厂争取更多的配额，来满足顾客的需求。最后再次感谢各位媒体们的参加，祝大家身体健康，事业顺利，谢谢。谢谢董事长。董事长请回座。
接下来让我们邀请到 Yoko 总工程师上台为我们介绍 LM 的商品特色，让我们掌声欢迎 Yoko Song please。新型 LM のチーフエンジニアを担当しております横尾高美です。 LM をご好評いただいているここ台湾で新型 LM を皆様にご紹介させていただきますこと大変嬉しく思っております。わずかな時間ではございますが、私どもレクサスが新型 LM に込めた思いとその商品概要につきましてお話しさせていただきます。レクサスは1989年に初代 LS を発表して以来、常にイノベーションの精神を貫き、お客様に新たな技術と新たな価値、これらを提供することに挑戦し続けています。愛車と共に過ごすライフスタイルを楽しく豊かにしたいという思いのもと、世界中のお客様のニーズにお応えする多様な選択肢を提供してまいります。初代 LM は主にアジアで、ショーファードリブン MPV の需要にお応えするために、2020年に発表を開始、発売を開始。4人乗りと7人乗りのバージョンを提供し、ここ台湾でも幅広いお客様にご好評をいただいており、大変ありがたく思っております。レクサスがネクストチャプターで大事にしていることは、基本素性の向上軸とした走りの進化、レクサスらしい電動化の徹底、そしてお客様の価値観に寄り添った多様なラインナップ拡充の3点です。ネクストチャプターの中で新型 LM は、近年の WLE マーケットにおけるお客様の価値観の変化を受け、社名が意味する WLE ルーバー、としての価値や存在意義を改めて見直し、全面刷新いたしました。ここからは新型 LM の開発コンセプトや開発のこだわりについてご説明させていただきます。それでは、まず新型 LM の開発コンセプトについてご説明します。多様化の進むラグジュアリーセグメントのお客様のニーズにお応えすべく、新型 LM 開発にあたり、私ども開発陣が掲げたコンセプトは、巣に戻れる移動空間です。多忙な日々をお過ごしのお客様のために、周囲の喧騒から解放され、心身ともにくつろげる。そして、ご自身本来の豊かな思考や行動につながる。そんな移動空間の提供を目指しました。次に、巣に戻れる移動空間を実現するために、私ども開発陣がこだわったポイントはどこなのかについてご説明をいたします。どんな豊かな装備や機能があっても、車としての使用が良くなければ、乗員が快適に過ごすことはできません。匠と呼ばれるプロドライバーや開発チームとともにたどり着いた答えは、次世代レクサスが一貫して取り組んでいる対話のできる橋にありました。車の素性を一から見直し、徹底的に鍛え上げ、対話ができる走りを追求した新型 LM は、これまでの MPV とは一線を画す走りの良さを備えています。ドライバーの意図に忠実な走りは、後席の方にも安心感として伝わります。レクサスならではの人中心の考えに基づき、DNA である乗り心地と感性に寄り添った静粛性にも徹底的に磨きをかけました。お乗りの方全員に快適にお過ごしいただける、フラッグシップにふさわしい乗り味を実現しています。乗り心地をフラッグシップにふさわしいものにすべく、新設計の GAK プラットフォームを採用。
方法性化や軽量化など素性の刷新を実践しました。従来型比で約 1.5 倍のボディねじり剛性をはじめとする徹底的に鍛えた車としての体感としなやかな足回りこそが対話ができる走りを実現しているんです。次にパワートレインについて簡単にご説明差し上げます。新型 LM では2種類のパワートレインを採用しました。1つ目は高トルクな 2.4 リッターターボエンジンと6速 AT、 そしてモーターを一体化したフロントユニット、リアに高シルクモーター E アクセルを組み合わせたハイブリッドシステムによるダイレクトフォームです。余裕のある駆動力とシーンに応じた緻密な4輪駆動制御でダイレクトかつトルクフルな走りだけでなく新型 LM の上位モデルとしてふさわしい余裕のある走りを実現します。さらに高効率な 2.5 リッター直四エンジン、高出力なバイポーラ型ニッケル水素電池と高出力モーターを組み合わせつつフロントリアモーターを搭載、発進時や雪道なども滑りやすい路面で後輪をモーターで駆動することで安定した走行性能を実現する EVO を採用しました。駆動力特性制御により車がドライバーの意図通りに自然に反応し気持ちの良い走りを実現します。ここからは外装と内装のこだわりです。エクステリアデザインは RX から続くスピンドルボディをさらに進化、ボディと同色のフロントグリルからシームレスにつながるサイドビルはショーファーにふさやしき伸びやかさと先進性を合わせますとともに高い整流効果によって優れた直進安定性を両立、新世代レクサス独自の仕立てとしています。インテリアはお客様が巣に戻れる時間を提供すべく人間中心の考え方に基づいた精緻な作り込みを行いました。室内コーナーのパッケージを活かしながら広く心地よい空間を水平垂直を基調としたデザインテーマで表現し、リビングのようにくつろげる世界観を追求しました。新型 LM において運転席は手綱コンセプトを採用、運転に集中できる環境を目指したシンプルなフロント空間とともに手綱コンセプトのテーマであるドライバーが今ままに操れる操作系を目指し、ステアリング周辺に走行経験を集約、前方の道路から室内へのスムーズな視線の移動に配慮し、ヘッドアップディスプレイ、12.31 インチフル液晶メーター、14インチセンターディスプレイを配置しました。また、ショーファードリブに特化した4人乗り仕様の後席には、前方に48インチ、大型ワイドディスプレイを備え、プライバシーの確保と開放感を両立するパーティションを配置。ディスプレイはビジネスミーティングや映像鑑賞など様々な利用シーンを想定し、横長1画面、左右2画面、センター1画面での使用が可能です。後席にお乗りの方が最もくつろいで画面視聴ができる高さに配置をしています。さらには、ワンボタンでシートリクライニングや空調、電動シェード等を一括でコントロールするクライメートコンシュールをレクサスで8歳で用意いたしました。クライメートコンシュールを操作するマルチオペレーションパネルは脱着可能なタッチ式コントローラーとなっております。2列目シートのコンソールアームレストに2個装備をし、左右の乗員がそれぞれの好みの設定ができるようになっております。また、パーティションの上部中央に乗員と周辺温度を検知する後席専用の温熱感 IR マトリックスセンサーを設定。これにより、車内を常に快適な温度に保ちます。その他に、シート表皮は包まれるような安心感と快適な乗り心地を目指し、レクサス最高級ホンガーである L アリミンとし、上質な質感を演出しています。
再过年，台湾600万の雇用を求め、厚生金融の利用率を増やすユニバーサルステップも採用いたしました。さらに、6座、7座モデルでは、3列目シートへのアクセスを容易にするため、2列目シートの中央に通路を設けました。ここまでご覧いただきました通り、新型エレコは巣に戻れる移動空間というコンセプトに基づき、テキサスならではのきめ細やかな心遣いと、多彩な装備を兼ね備えたモデルに仕上がっておりますので、きっと台湾のお客様にもご満足いただけると確信しております。まだまだこだわりはつきませんが、このまま話しておりますと、時間がいくらあっても足りませんので、私のメッセージはここまでさせていただきます。いずれも細部に至るまで込められた開発チームの思いとこだわりの結晶です。レクサスが一から作り上げたラグジュアリームーバーをぜひともご体感ください。シェイシェイ、大家。谢谢游后刚刚结束的说明。Thank you, 游后桑 Please take your seat. 接下来，让我们邀请 Lexus 营业本部赖光雄本部长上台为大家说明 All New LM 的广宣策略。赖本部长，请。厂长、执行副总、Yoko 总工程师，以及各位媒体朋友，大家午安。我是 Lexus 营业本部赖光雄，感谢 Yoko 总工程师带来精彩的商品开发说明。除了总工程师刚刚提到的商品特点外，我想再跟各位媒体朋友们再多说一些商品的重点，让各位充分感受到 All New LM 的不凡魅力。全新 LM 标配专属 Rear Comfort 驾驶模式，透过动力输出及刹车管理，抑制车辆行驶的晃动感，让乘客享受更平稳、更舒适的乘坐体验，并搭配19寸多幅式亮屏铝圈，呼应总工程师介绍的霸气外观设计，传递不容忽视的大气存在感。同时，搭配 Magnificent Premium Surround 的音响系统，让每一位乘客都能在移动的过程中享受天籁般的环绕音场。另外， All New LM 也导入了最新世代的 LSS Plus 3.0 自动驾驶辅助系统，标配360度环境影像辅助系统、 AD 自动停车辅助系统，提供车主全方位的行车守护，并标配双前座 E-less 电子式门把附 SEA 安全离座辅助，让开车门可能碰撞有碰撞风险时，能将会将车门锁定，避免 碰撞到后方疾驶而来的机车或脚踏车，全面提升车内乘客与车外用路人的安全。而在内装设计部分，All New LM 采用 L-Finis 简约设计，运用隐藏式哲学，将多处的贴心置物空间、便利的雨伞架等融合在尊贵奢华的设计当中，包含独立的冷藏柜、收纳式边桌、无线充电界面等，打造后座优先的简约而又不失奢华的乘坐体验。如此丰富便利的配备与设计，也让 All New LM 在全球首发后也迅速累积了市场的声量。接下来由我来为各位介绍 All New LM 的广宣设计与价格设定。我们在8月15日到8月20日的期间举办了经销商预赏，也让 VIP 顾客抢先一睹全新 LM 的风采。All New LM 的大气优雅的商品魅力也获得市场的好评，目前已经累计接获超过2000张的订单。我们观察一阶三顾客的样貌，全新 LM 的目标客群年纪以40到50世代为主，
他们多为高收入的企业家、高层主管及政经影视名人。在价值观上，他们重视自我实现与体验，并有超过八成是男性的车主。针对本次乘风客群，全新大改款 LM 不仅外观展露高大高贵大气，更以宽阔舒适的后座空间与奢华配备，打造奢华移动新巅峰。相信 All New LM 将重新定义豪华移动旗舰，并带给乘风人士更奢华的乘坐体验。因此，全新 LM 广宣主轴定调为乘风新领域。为了充分传递 LM 大改款的上市讯息，我们将透过全媒体广宣，全方位触及目标客群，达到曝光声量极大化。首先是电视广告，片中 LM 以尊荣私密隔屏为乘客保留个人空间，无论是联系商务事宜或是悠闲举杯畅饮，都能达到专属个人化的感官体验。片尾 LM 于公路向前奔驰，更以静态展示衬托出乘风座驾的磅礴大气，也宣示了全新 LM 奠定旗舰奢华的乘风定位，启程不凡的新未来。接下来请一起来欣赏这支电视广告。Experience amazing. OULM 乘风新领域。Experience amazing. 在数位广告部分，规划以入口网站、各大新闻网页的曝光。在数位媒体方面呢，我们也透过 Podcast 及数位广编，多方强化新车上市讯息。针对目标客群的阅读习惯，我们在报纸、商务及豪车杂志及各大汽车杂志封面等投放广告，营造上市的气势。在户外广告方面，包含商务人士经常出入的台北金华酒店旁的墙面，以及我们会在各大高尔夫球场也会露出以 LM 为主的大型户外广告。此外，我们将在原版新意 S3 与 Lexus 联名顶级影厅 Move On强力播放 LM 的广告。为了让更多商务乘风人士能近距离欣赏全新 LM 的风采，我们也将在8月23日至9月19日期间，以台北金华酒店耳机厅展出 LM。 另外，为了加强上市的气势及话题度，同步将与台北金华酒店联名推出联名午茶组，邀请台北金华酒店霸级甜点主厨 Lauren 采用 Lexus 品牌元素，以日式食材独家打造日霸共舞的飨宴。欢迎大家到台北金华酒店共襄盛举，享受惬意的午茶时光。接下来让我来公布大家最期待的 LM 价格。首先说明油电复合动力 LM350H， 本次共规划两个等级。LM350H 七人座
为 2.5 升油电复合动力，搭载 AP 自动停车辅助系统，并配备迎宾延伸联动车侧踏板、L-Anarin 奢华真皮座椅及 Mark Levinson Premium Surround 的音响系统、21G 扬声器，建议售价为429万。接下来是 LM350H 四人座，较七人座升级尊荣私密隔屏，附48寸宽萤幕，更配备独立冷藏柜、红外线热感应温控系统，而 Mark Levinson 音响更达23G 扬声器，建议售价为565万。再来是更高阶的 500H 车型，同步规划两个等级。LM500H 六人座为 2.4 升涡轮油电动力，全新搭载 Direct 4电子式四轮传动系统，配备与 LM350H 七人座相同，而第三排搭载两个独立的座位，建议售价为459万元。最后是 LM500H 四人座，同样搭载 2.4 升涡轮油电动力，配备与 LM350H 四人座相同，建议售价为595万元。本次大改款 LM 四个等级都是以 H 款的动力，为了方便各位媒体贵宾的了解，我们有会诊正式售价如附表所示，四个等级建议售价皆较我们预接单价降价10万元。全新大改款 LM 上市后，必定能成为市场瞩目的焦点。我们推估有年半千台以上的实力，不过受限于今年厂家的配额，2023年。设定销售目标为400台，后续和泰会向原厂积极争取进口配额，以满足晨风客群的购车需求，以避免顾客久候。最后再次感谢各位媒体朋友的莅临，以及长期以来对 Lexus 的关爱与支持，谢谢大家。谢谢赖董事长。本部长请回座，接下来让我们一同欢迎今天发表会的主角。Lexus All New LM 汤国登场。这个重要的时刻，我们先请 Model 看向中间的镜头， Please look to the center。 接着请看向右手边方向， Please look to your right hand side。 接着请您看向左手边的方向，
Please look to your left hand side. Please look to the center. Thank you, models.我们有请黄能光董事长、尤霍总工程师来到舞台上与全新 LM 合影。Please come forward to take a photo with all new LM. Please look to your right hand side. 接着请您看向左手边的镜头。Please look to your left hand side. 有没有媒体朋友需要捕捉画面，请举手示意好吗？好，请看向中间的镜头。Please look to the center. 长官们，请帮我们比个赞好吗？Thumbs up. 好的，还有没有需要捕捉镜头的，请看向舞台右手边。Please look to your right hand side. 好的，还有没有媒体朋友需要捕捉画面，请举手示意好吗？请看向中间的镜头。Please look to the center.掌声感谢黄董事长和尤霍总工程师。Thank you, Yoko-san. 接下来是媒体联访与自由赏车的时间，邀请有采访需求的媒体朋友，请先向舞台前方集合。除了在舞台区之外，各位右后方以及会场外门口也都有展车区可以前往赏车。展车旁边都有商品解说人员，可以为您详细介绍车辆。欢迎各位贵宾及媒体朋友尽情赏车及捕捉 All New LM 的魅力风采，谢谢。